が素顔を持つファイターが目白押し。そしてあのタレントとも深い関係があったのだ。海外からは世界最強の男が登場。ムエタイの暴れん坊も見逃せない。立ち技1と2団体のエースたちが K のリングに大集結。これは夢のオールスター戦。重量級ナンバーワンの男は K-1 ジャパンが決める。天下統一、炎の七大決戦。キックの革命児、世界タイトル取りに燃えるシルバーウルフ、マサト。実はファッションモデルとして大人気なんです。そして今年5月、プロ野球の始球式にも登場。その人気は加熱する一方、キック革命に着手したマサトは巨大クラブベルファーレで自ら大会をプロデュース。試合でもその実力を満点下に知らしめた。新世代のキック革命児だ。ケアしてやったら待ってる。 ISK 世界ウェルター級チャンピオン、ムラッド・サリ。この男が世界最強と言われるゆえんは、史上2人目の外国人ムエタイ王者となった快挙にある。世界王座を手に入れて、マサトは革命ロードを突き進む。青コーナー、挑戦者174センチ66.2キログラム、シルバーウルフ所属、元全日本ウェルター級チャンピオン、マサト。今オオカミは静かに牙を取る。挑戦者マサト。赤コーナー178センチ66.8キログラム、 ISK 世界ウェルター級チャンピオン、ムラッド・サーリー。現在重量級世界最強チャンピオン、防衛なるかムラッド・サーリー。フランスからの参戦です。この試合 66.8kg の契約です。 ISK 世界ウェルター級のタイトルマッチとして行われます。チャンピオンが守るか、挑戦者がベルトを奪うか。3分5ラウンド3ナックダウンシステム。そして最終ラウンド以外はゴングには救われません。1秒ごとに2人の表情が険しさを増していきます。輝く銀髪サリは上半身見ても強そうな感じしないんですけどね。しないんですが、昨日は余裕しゃくしゃくでした。筋肉あんまり見えないんですけどね。サード送る。どういう感じなんですかね。体はマサトの方が数段出来上がってます。サリISK 世界ウェルター級タイトルマッチ、赤がチャンピオンムラッド・サリ、フランス。そして青いグローブが挑戦者、日本のキック界の革命児と呼ばれるマサトです。さあ関根さん、はい、そのムラッド・サリのチャンピオンの様子、佇まいを見ていかがですか。落ち着いてますね。落ち着いてますね。そして館長、この試合の流れを左右するところ、どういったところでしょう。そうですね、やっぱこうお互いの距離の取り方じゃないですかね。距離ですね。まあ、なんかこう詰めてガンガン行きたいし、はい、サリーはうまくかわしながら自分の攻撃を的確に当てていきたいですね。はい、まさにその通り、マサトはもうゴングと同時にかけていきたいんだと。でサリーは1分はちょっと相手を見る、その後は自分のペースで行くよという話をしています。このムラッド・サリーはサウスポー、対するマサトはオーソラックス。まあ、ルンピニのチャンピオンですから、伊達じゃないですよね。そうですね。あ、左ノーラウンです。今のはノーラウンです。タッタリフリはノーラウンド、今転向しました。ただ左が伸びていった。そうですね、思った以上にあの左伸びてきますね。何か2段階で伸びてくるようなそのパンチです。あのね、注意しなくちゃいけないのは、あの左ミドルですね。あの左ミドルからの左ストレート、はい、これでことごく対戦相手を沈めてますよ。今認定でのワンツーもありました。左ミドルでガード下げてて、左ストレートが顔面をぶち抜くという。なるほど、このミドルいって、その後の左ストレート伸びてくるんですね。はい、キックは空を切りました。青いグローブマサト、また詰めていく。サウスポー対オーソロックスです。非常にコンビネーション軽快です。チャンピオンムラッド・サリ、赤いグローブ、
彼のパンチ怖いですね。あのマサトがちょっと先を行かれたかなという感じですね。あのいきなり、左が伸びていきます。左が伸びていく。ムラッド・サリは現在27歳、出身地はフランスです。41戦37勝。やっぱちゃんとナックル当てるのうまいんですね、サリはね。ナックル当てるのがうまい。見かけはね、あの体は筋肉までないように見えますけども、こっち側の力が強くてですね、これパンチ力のある体ですよ。左です。あの左のストレート非常に威力があります。まさにちょっと正面で立ちすぎですね、もうちょっと左右を散らしたいですね。マサトはなんとか前に進んでいこうというところ、そこをサリがうまく料理しています。今軽く右のジャブが当たりました。ムラッド・サリ詰めていく。サリの表情は非常に冷静です。回り込む、回り込むところを右で制すよというところ。左、左が伸びていく。残り30秒を切りました。マサトは現在21歳、17戦15勝1敗、8つの KO です。今度はマサトが的確にヒット。微妙ですね。いわゆる体の右がちょっとバランスを崩したということ で、ね、まあ、すぐ立ち上がりましたからね、お互いね、まあ、1対1はいこでしょう、ただ館長これで1対1の、まあ、ほとんど不落になりましたね。そうですね、第1ラウンド終了しています。最初はマサトがちょっと押されてるかと思いましたが、左結局スリップノーラウンだったんですが、ここでまず間違いなく印象点、そして内容としては、まあ、そうですね、パンチが当たってるんですけども、まあ、蹴りに行って当たって、あの後まあちょっとでもね躊躇すればあれなんですけど、すぐ立ち上がりましたんでね。そうですね、まあそこは真の判断ですよね。はい、まずは互角の立ち上がり、特に1ラウンドの終盤はこのマサトが出てきました。ISK 世界ウェルター級タイトルマッチ第2ラウンドに入っています。右です。この右のハイキック、右のミドルはマサトの持ち味。サウスポーのムラッド・サリー、ただ本当にこのサリーは何か一つ力感はないんですが、非常にテクニック、頭の良さを感じます。いやね、あのパンチうまいですよ。左上手いですね、当てていく距離の取り方うまいですしね。はい、縦にやっぱしあの本場ルンピニでチャンピオンになってますよね。そうですね、このマサトは昔はミドルキックが中心だった。今はヌアトラニトレーナーのもと、パンチとローキックの破壊力を増していると言います。対するサリはどれも一つ一つの完成度は素晴らしい。右左、ちょっとマサトの顔にパンチが打ち込まれるたびにゲストのユキが強いですね。その前のローがちょっと効いてましたよね。そうですね、あのだから1ラウンド終わりにね、あのフックがあの当たったんですけども、全く同じ展開ですよね。そうですね、マサトやっぱあれ得意ですね。はい、前回のメドハレードもあれで倒しましたよね。そうですね、そうですね、あれが早いんですよね。はい、あのこれまでムラッド・サリーは日本人といえば、あの伊藤隆選手が判定でという試合はあったんですが、そのサリーをあれもね、あの 肘で切られたのあれなんでね、こんなに KO されたあのサリーは初めてじゃないですか。これはまだサリーは動けません。サリーは動けない。いや、優香ちゃんびっくりしたでしょう。びっくりしましたよね、いきなりだったから。あの一発狙いすましたように。ただこれでマサトはサリを倒したことで世界の中量級の舞台に躍り出ましたね。そうですね、今度は狙う立場から狙われる立場になるわけですからね。関根さん、はい、一緒にいる方があのコーチだと思うんですけども、ヌアトラニさんです。厳しく教わってるんですよね。あのね、2人きりで二人三脚でね、本当に頑張ってきたんです。その成果が出てますよね。出てますね。これでマサトは完璧にこのキックをメジャーにしたいというこの夢が叶おうとしています。 ISK プレゼントコリー・シェイファー氏から今チャンピオンベルト、そして賞状が贈呈されるよというところでございます。認定賞が贈呈されます。
ISK 世界ウェルター級のついにベルトをあの中量級世界最強のムラッド・サリから奪い取ったパンチ一戦。ISK プレゼントトリーシーファースから今認定賞そしてチャンピオンベルトが贈られます。ついにこのマサトが館長、世界のタイトルホルダーチャンピオンになりました。そうですね、もう本当に欲しかった世界チャンピオンなんでね、これは関根さん、はい、しばらくはこのマサト中心に動いていくような気がするんです。そうですね、やっぱしね、世界今中力最強のサリューをね、KO しての世界チャンピオンなんで、このチャンピオンベルトは価値ありますよ。そうですね、あとあの一発の破壊力はおそらくテレビをご覧の皆さんも中力のイメージがガラッと変わったと思うんですね。今満員の観衆からひとしきり起こったマサトコールの後、とりあえず時は流れてるんで、今はもう時代はラモン・デッカーやあのサリの時代はもう終わって、これからは僕の時代です、それでまあ今日勝ったのは、まあ、あの周りの僕のすごい応援してくれる人がいっぱいいて、まあ、僕一人っていうか、まあ僕一人じゃなくて周りの応援、周りのみんなのおかげで、まあ、もちろん僕の努力もあるんですけど、やっぱり周りがいて僕がいて、とにかくみんなに感謝したいです。ありがとうございました。若者の間で自分のプレースタイルを一つの一大ムーブメントにしたい、そう話をしていました。ただ間違いなくこの衝撃度はナンバーワンです。さあ館長、そのシーンです。左から返してます ねカウンターで顎移りてますからね。そうです でサリーも出してるんですね、左を そうですね。ただ一瞬それは、この後打ちに行くところちょうどカウンターに入ってますから、4倍の破壊力になってますよね。顎を打ち抜きました、関根さん、綺麗に上を捉えてますね。すごいですね、もう紙一重ですよね。そうです、もうどっちが先に入るかですからね。はい、ゆうかさん、このマサトの表情がプライベートとは違って一変したでしょ。狼の面だった。すごいですね、でまた試合が終わった後 あの笑顔がまた、そうですね、たまらない魅力です。K-1 ジャパンシリーズ K-1J-MAX、 先ほどまで試合が行われていた何かのランバー M16 という選手の雰囲気が充満しております。解説は石井和義館長、そしてゲストに関根勤さんと優香さんです。よろしくお願いします。館長、何かランバーワールド漂ってるんですよ ね、 やっぱでもね、いい選手というのはやっぱこう出た瞬間にね、その会場の雰囲気を自分の色に変えちゃうのがいい選手なんですよね、まさにこうランバーの色にこのコーラゲンホールが全部染まってしまいましたよね。染めましたね、関根さん、ゆうかさん、この試合見て損はしませんよね。やっぱりねランバーはねすごいですよ、はい、そこまでにしましょう、はい、じゃあご覧の皆さん、それじゃあそのランバーソムデート M16 の試合をどうぞご覧ください。笑っちゃうほど強い男、最も危険な男がやってくる。その男、ダンスあり、なんとキスまであり、ムエタイの暴れん坊ランバーソムデート M16。 その戦いぶりは破天荒にしてアグレッシブ、圧倒的な破壊力を秘めている。ローキックが見えない日も土屋